明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。地方の方にもこうなんかその活躍の場を広げていきたいなと、格闘家を発掘したいなと、1から0から、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、社内から毎年恒例のゴルフに、はい、そうですね、ということで、はい、その社内なんですけど、早いっすね、1年、ね、あっという間、本当に去年の動画撮らせていただいてあっという間っすね年々やっぱこの1年の感覚っていうのかな、はい、もちろん時間は、ね、変わんないと思うんだけど、はい、早くなるよね、いや早いっすね、毎年毎年ね、はい、何なんだろうね、これってやっぱこう経験積んできて、はい、新しいことをやっていかないと短く感じちゃうのかなみたいな、はい、なんか新しいこととか嫌なことをやるとすごい長く感じるじゃん、時間が、はいはい、好きなことやってるとすごい早く感じるみたいな、ね、はい、相対性理論だっけ、はい、あのアインシュタインですよね、はい、俺全然すいません、あの分野外なんですいません、わかんないけどでもなんかあるよね、絶対そういう感じ方的に、はい、やっぱ勉強とかあんまり得意じゃないんで、やっぱ免許の更新とか、はい、あの時間すごい俺長く感じるんだよね、わかる、嫌なこととか、いや嫌ですよね、はい、いや、うん、そう、得意じゃないことはやっぱね長く感じますよね、はい、暇とかそういう時間を持て余すと長いんじゃないですか。あ、確かに時間を持て余すと確かに、まあ、だから早く感じてるっていうのはいいことなのかなっていう、そうですね、と思いつつ、ちょっとでも2023年ちょっと反省が多い年だったなと。あ、本当ですか、うん、総括してね、今日なんですけど、はい、2023年の振り返りと、はい、2024年の、はい、まあ、目標だったりを、はい、社長の意見を聞きたいなと思って、はいはい、あんまりこの年の変わり目っていうのは、はい、もちろん大事なんですけど、はい、その振り返るっていう意味では、はい、でもうちやっぱ期末が5月なんで、会社としてはそっちの方が大事かなって捉えてて、まあ2023年ですよね、思うように進まない1年だったなって、総括言えば進まなかった、進まなかった、なんかこう、そうですね、進まなかったですね、はい、いろいろ挑戦していく中でこうやっぱり3歩進んで2歩下がるじゃないけど、そんな感じの1年だったなっていう、こう進んだように思っててもすぐ戻されてとか、やっぱ自分が甘かったりとか、いろいろ知識面でも、はい、はい、なんかそんな1年だったなと思います、はい、ちなみに去年の、まあ、今日ですね、はい、動画撮ったと思うんですけど、はい、その時の目標とかって叶えられたりしてました？いやー、できてないことが正直多かったなと思いますね、2023年は。それはeLIFEグループとして、eLIFEグループとして全体的なもので、はい、でもちろんできてる部署もあるし、できてる部分も多いんですけど、はい、全然納得はいってないですね、はい、でもそれってやっぱこう、まあ、自分の甘さだったりっていうのがすごい出たなって思ってて、逆にでもそれ、こういう機会があって2023年、今振り返ると、はい、そのおかげですごいこう気づかされた部分だったり、成長できた部分はすごい多いなって思ってます、はい、それをちょっと活かしつつ2024年はまあ、まだ、弊社っていうかeLIFEグループとしては、はい、まだ10期目の今後半戦に入ってるんですけど、はい、そこに生かしていければなと、はい、思ってます。2024年の抱負、はい、目標っていうのを、抱負、はい、やっぱりまあ、もちろん売り上げももちろん掲げてるのは社内であるんですけど、はい、そこもそうですし、やっぱ雇用数をやっぱどんどん増やしていきたいっていうのと、はい、はい、どうしてもこう今関東がメインになってるじゃん、こう、そうですね、イライフして、それをもっとこうやっぱ広げてって、いろんなこう地方の方にいる、まだこう入社してないけどこれから入社するであろう、はい、地方の方にもこうなんかその活躍の場を広げていきたいなと、それはもうもちろん建設関係もそうですし、まあ、事務の方もそれこそ格闘家を発掘したいなと、1から0から、はい、例えば東京に事務がどうしてもこう集中して、都心部に集中してると思うんですけど、そこにこう上京できればいいんですけど、やっぱこういろんな事情があってできない人も多いじゃん、そういった人たちもこう活躍できる場を広げていきたいな、まあ、これは別に2024年に限らず、これからも今後もバトルボックスとしてやっていきたいなって、これ別にバトルボックスに限った話じゃなくて、やっぱ格闘技界、前にも多分動画で言ったと思うんですけど、作ったのって日本じゃん、ほとんど、もう空手から始まり柔道、もう 武術系全て全般やっぱ日本発信だと思うんですよ、まあ、柔術もそうですし、だけどこうやっぱどうしても総合格闘技っていうと今アメリカ UFC がこう主戦場になっちゃってる、ね、はい、なんとかそこをこう、まあ、すぐには無理にでも10年後とか20年後やっぱ日本にそういう舞台を
持ってこれるように、そのためにやっぱ日本人の底上げ、はい、あと単純にこう競技人口をやっぱ増やしていかないといけないのかなと思ってて、 すごい今ブレイキングダウンさんがこう、はい、まあ、朝倉未来はじめいろいろ賛否あると思うんですけど、はい、僕はすごいやっぱこう僕はいいことの方が多いなと思ってて、はい、まあ、必要なことだなとは思ってて、はい、やっぱああいうふうにこう認知で上がって、ね、変な喧嘩とか、 なんかその学校の中でのね、まあ、街中の喧嘩が増えなければいいんですけど、はい、ちゃんとそれをやっぱこう格闘技としてスポーツとしてちゃんとこうやるっていう、はい、やりたいなって思ってもらえる人が一人でも増えたらそれは全然成功なんじゃないかなと思ってるんで、そこを、まあ、ちょっとでも微力ですけど、はい、お手伝いできればなと思ってます。その格闘技界全体として、はい、闘技もやっぱこう、まあ、今堀口恭司選手とか、はい、まあ、いっぱいいると思うんです、まあ、平選手もそうですし、海外で活躍してるやっぱそういう選手がどん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 こう毎年のように出てくるようになったらこう、変な話 UFC 行かなくても、はい、国内でまず最強を決めて、そこにこう海外勢が逆にこう参加してくるような昔のプライドみたいな構造を作りたいですよね。ゼロから1を作ったのがプライドだったり、その前もあったと思うんですけど、じゃないですか。で今それがまたこう1から2、2から3ってこう進んで進化していってて、日本発信のものが多い分やっぱり日本で、うん、っていう気持ちはあります。みんな UFC 行きたいって言うんですけど、まあ、別にライジンに限らずですけど、やっぱ日本を盛り上げたいっていう人がこうどんどん出てきてほしいなっていう、そのためにはやっぱこう興行主、興行側がこう力をつけて、もちろんお金もかかることですし、はい、そういったところをこう支えていきたいなと、はい、e ライフの母体の方でいうと、はい、やっぱり雇用数を増やすことをすごい重きを置いてて、で雇用数を増やすためにはやっぱもちろん売上利益が必ず必要になってくるんで、それに逆算してこう売上目標だったりをこう作っていきたいなと、はい、ただもちろん雇用数増やしたとしても、はい、働いてくれてる働き手の人たちがこうやっぱこう、まあ、幸せって一言で言っちゃうと簡単に聞こえちゃうんですけど、はい、本当にこうやりがいがあるような人のためになってるっていうのをこうより見える化して、はい、もっとやる努力が必要だなって今思ってますね、はい、まず雇用数を増やす、はい、逆算してってそうですね、雇用数を増やす、そのために何が必要かって言ったらやっぱ利益が必要、お金が必要、仕事量が必要、そのためにはってこうどんどん逆算していってこう目標が定まっていくっていう感じですね、はい、社長がいつも言われてる目標、目的を逆算して、はい、そうですね、僕 の, 目あの人生の、まあ、人生理念っていうか、はい、やっぱこう縁ある人と共にこう成長し続けて、もちろん最終的な幸せになっていくっていう、幸せって一瞬のことだと思うんですよ ね, すね、はい、ずっと続くことじゃないと思うんで、今日の幸せが、ね、1年後も2年後も続いてるかってそうじゃないと思う、やっぱ気づくことと、はい、それ気づけるようなこうメンタルになることだと思うんですよね、はい、あとはそれをこう継続するためにやっぱ日々努力を惜しまないっていうのが大事なのかなと思ってるんで、はい、そこをやっぱ雇用数を増やしていきながらこうどんどん i ライフにこう入社して本当に人生変わりました、よかったですって思ってもらえる人を一人でも多く、 e ライフさんに頼んでよかったと思ってもらえるお客様を一人でも多く、e ライフと取引できて本当にうちの会社良くなりましたと思ってもらえる取引先様も含めて増やしていければなと、はい、思ってます。ちなみに去年と変わらず、まあ、引き続き、はい、メンバー募集ということなんですけど、もちろんです、はい、この事業部募集してるとか固定ってのはあるんですか。本当に仕事量だけはめちゃめちゃあるんですよ、はい、まあ、動画作成、まあ、今、ね、黒田部長含めですけど、はい、初めですけど、やっぱその動画だったりホームページの作成依頼だったり、はい、もちろん LP から全部動画から全部できるんで、はい、そっちの方ももちろん募集してますし、はい、むしろもう手が回ってないっていうか、はい、その手が回ってなくて足りてないんで、はい、随時募集って感じですね。もちろん営業も募集してますし、はい、そ募集してないところで言ったら逆にどこだろうな。例えばその技術職の職人の方で言うと、はい、例えばいきなり一気に10人来られてもちょっと今対応できないよっていうことはあるんですけど、はい、それ以外は基本的にはもう本当随時募集って感じですね、はい、技術職に関してはやっぱこう教える側のやっぱこうなんて質が落ちちゃうんで、あんまりこうね何人でもいいよっていうわけじゃないんですけど、営業とかはもう今人数も多いし、まあ、水道をはじめいろんな今インテリアデザイナーだったり、そういったなんていうんですかね、こう内装関係のリフォームとかそういったご依頼も多いんで、店舗さんとかもそういったのはもう全然随時募集中です。そこに関しては未経験でも、未経験スタートの人も多いです。はい、半分以上が未経験ですね。あと不動産の、はい、今賃貸始めるんですけど、はい、多分前にも動画上がってたと思うんですけど、はい、店長候補の方
を随時ちょっと 2,3 名ぐらい募集してます、はい、随時っていうか今ですね、今ですね、今、はい、募集してます。詳しいこと概要欄の、そうですね、あの採用ページの方を見ていただければ、はいはい、詳しくなってます。わかりました。2024年の抱負目標を今年は叶えるために、はい、皆さんで、はい、あの一つになってやっていきましょう、はい、やっぱ日本人の強みはそこだと思うんで、はい、はい、あの本年もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、失礼します。